にちは。ちょっと待ってね。次。違う、もうダメだ。もう18。あれ18。あ、できた。こんにちは。はい、始まりました。ちょっとやばい、ごめんね、全然準備。もう遅刻したら今日はさすがにまずいなと思って、とりあえずで始める。ちょっと急いで準備しよう。こんにちはみんな、ただいま。ワンワン言ってる、うるさい、めっちゃ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ねえ、ラストスパート。いやー、今日いろいろずっと考えてたけど、やっぱり勝ちたい私。もういろいろ言われるけど、勝ちたいやっぱりって思いました。なので勝ちます、なので勝ちます。ちょっとね、よしね、はい、ありがとうみんな、頑張ろうね。ちょっとごめんね、もっとちょっとメイクをしたいんだけど、もうどこをどうすればいいのか。もうなんだろう、何を何すればいいの。ちょっと外で、もうごめんね、もうバタバタしてて、すいません本当に。もうこういう時に限って本当すいません。そこからみんなで本気で、お星様たくさんありがとうみんな、頑張ろうね。うるさい、頑張ろうみんな。もうないの枕マジか。そう、やっぱりまあいろいろ思うことあるけど、やっぱり勝ちたいので勝ちます。はい、勝ちたいので勝ちます。あ、ちょっと、そう、ありがとうみんな。おかゆさんも一週間ありがとう、ありがとう。おいさんも集めてくれ、いってらっしゃい、ありがとうね。絶対勝てるって信じてるから、私もバタバタしててごめんね、ちょっと本当に。ごめんね。そう、やれるだけ、私ももう本当にひたすら全力尽くして、まあ私は正直ね、まあ、どうねあれしたらこうね、ね、わかんないけど、でも自分なりにもう泣いても笑っても今日が最後だから、ガチイベの最終日はもう本当に久しぶりなので、とにかく私は楽しめたらいいかなって思います。あ、公約書くの忘れてた。公約書いとこうか。公約はハーフツインです。はい、2周目ありがとう、いってらっしゃい。ちょっとこの枠はちょっと準備しながらになっちゃうんですけど、あ、まあいいや、後で書いとこうね。そう、笑って終われるようにね。そう、まあ1位で笑って終わりたいね、みんなと。みんなにも1位を取らせたいです。リオペンにも1位を捧げたいので。頑張ろうね。リオペンとリオンのね、こう、団結力をやっぱ見せつけたい。やっぱ違うねって思われたいし、すごいねって思われたいので。絶対にハーフツインしようのはちょっと違うけど、まあでもそうだね。ハーフツインのためでもいい、みんなが頑張ってくれるなら別に何のためとかもどうでもいい。そう、朝行けなくてごめん、全然いいよ、ありがとう来てくれて、ありがとうありがとう。
ちょっと待ってね、ちょっとお母さんが見ました。そうね、はい、コーンさん回収いってらっしゃい、ありがとう。ちょっとごめんね、次枠ではゆっくりお話しするんだけど、ちょっとね、まだ準備が万全じゃなさすぎて、今54万差なので全然、まあ最終日の勢いだと全然そんぐらいなら、まあ全然大丈夫かなって思います。ももんちゃん覚えてる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 、そうね、そうちゃんとゴム買ってく、みんなもやるのね、本当にみんなもやるのね。あー、サオリペア、サオリイオン、今日一日だけサオリイオンになりますっていうねツイート見ました、本当にありがとう。あの確かにサムサムメンバーで今んとこで上位5位以内に入っているのはあの私だけなので、サムサムメンバーもサムサムメンバー全員全力で頑張ると思うので、私もあのやっぱラストアイドルファミリーでサムネサムウェアが1位だったら嬉しいじゃないですか。なのでもういろんなもののために1位は絶対にあの奪われないように、絶対逃さないように頑張ろうと思うので、みんなもその気で、そうなんです、だから自分のためだけじゃないので、全然全くこればっかりは、そうなんです、サムサムの顔として頑張ってくれ、ありがとう、本当に頑張るね、私自身ちょっとできる限り絶対、そう対抗しちゃう、ごめんね、もう本当にそうありがとう、みんな頑張るから、とりあえずみんないつも通りついてきてくれたら、もういつも以上にまあついてきてくれたらもうそれで大丈夫です。もうちょっと、そうはい、ありがとう。チョコプリンもまあ燃えてるんだろうね、燃えてるのはわかるけど、燃えてるのはわかるけど、そうだね、そうついてきてね、そう巻くの早い、上手、本当に。あー、みそおくん、くまじゅん、ありがとう。あ、そうだ、ちょっと待って、ね、ほら、くまさんなのくまさんなんです、ちょうど、ありがとう、あみーのも、ありがとう、クッキー、ごめんね、反射して見えないや、ありがとう、くまさんダメだ、見えない、見えないや、ありがとう、嬉しい、ちょっと待ってね、落ち着かない、ちょっとメイクは後で直そうか、どんなメイクにするか決めてなかったから、全然ありがとう、みんな本当に来週が来ましたね、ありがとうございます。リア君もクッキーありがとう、みんないつも通りお星様たくさん投げてくれてありがとう、ちょっと待ってね、いやー本当にいよいよもう次が最終枠なので、皆さんその気で、そのつもりでお願いします。いやー怖いよね、そうピンクメイクしようと思ったんだけど、ちょっと時間なさすぎてグダグダです、今何のメイクなのかよくわからないピンクは一応使ったけど、なんかどうなんだろうね、グダグダってますまあちょっとうんね、とりあえずもうこの後時間あるから直そう、後でよし、卒業遠足終わってきた、おーありがとう、楽しかった、そっか、みん卒業式だった子もいるんだよね、おめでとうご卒業、中学生の方がね卒業式だった人多いのかな、おめでとうございます。さあちょっとゆっくり話そう、目が、あ、みみちゃんもガラスの靴ありがとう、トントロさんもクッキーありがとう、横広さんもハートありがとう、よし、もう、あ、ちょっとちょっと、卒業祝いのクラスのご飯会休んで星投げすることに決めた、もうすごいありがとう、3っていう足しじゃないのか、くんかな、ありがとう、本当にそんな一生の思い出になるかもしれないものをそうやってありがとう、本当に、あ、ヤマピーもありがとう、
ありがとうありがとう。ちょっと待って、ちょっと待ってね。リオン頑張る、頑張るよ、負けないよ。ありがとう。ちょっと待って、写り確認したい。あやちゃん2周受け取った、受け取った、ありがとう、ありがとう。あずさんも頑張りよって、ありがとう、頑張る、頑張りよする。おうちでプッシュ準備完了してる。みーの、あのね、あの最終枠はお父さんいるらしいから、みーの以外のみんなも。そう、最終枠はお父さんいるらしいので、多分プッシュが、あ、でもね、8時のね、その対戦の時は多分いないと思う。お礼配信の時はいると思うんですけど、なのでそれでお願いします。あ、仕事戻る、分かった、ありがとう、ね、どうしたの、くるくるくる、今日いや無理無理。48万さ、本当だ、ちょっと縮まったね、ありがとうみんな。ちょっと付け出す。でもちょっと入らさせてくださいって言ったら、あの機械をちょっと見るだけやけん。うんうん。それちょっとあれしてもらって。え、な、何時ぐらいに？もうちょっとした。え、どうしたらいい？だけどそんな長いこと、ただあの機械に。ごめんねみんな。別にそんな長なかった。ただあの機械に見る。なんでこのタイミングで。最後までね、ありがとうみんな。あ、ほのぴーの配信が終わったんだね。そっかそっか、そういうことか。1位公約書いときます、ここに宣言として。それ困るな、ちょっと。でも、え、外やけん、そ、中入らんの、やけん、これと繋がっとるけん、うん、うん、うん、いややな。アイリちゃんメイドコスしてる。マジで、すごい、それはすごいね、すごい。そう、もう今日に限ってそうやって、ちょっと書きにくい、ここから。あ、オッケー。そう、困るわ、入ってきませんように、本当に困る。なんで今来るの。ちょっとあ、まちさんもだるま、ありがとうございます、ありがとう。頑張りよんしようね、みんなで頑張りよんします。そう、リオも最終枠で切り札、切り札なんの、なんのどういうこと。コスプレはないよ。リオの勝利を願ってます。ありがとうみんな。嬉しい。ありがとう。頑張りよしようね。お、のんちゃんもありがとう、来てくれて。お疲れ様。ありがとう。さあ、稲田さん、翔平くんも、だるまとクッキー、みっちーさんもありがとうございます。ありがとう。すぐ？すぐ？本当に。ノッツタロトランジットさんもだるま、ありがとう。クッキーもありがとうございます、ありがとうございます。どうしようか、まあいいか、とりあえず続けよう。かけるさんも、あ、かける、ありがとう、だるま、ありがとう。ちょっと待って待ってみんな、いろいろあるの、こっちにも。ちょっと待ってくれ、ちょっと家の事情があるんです、ちょっと待ってください。トロトランジットさん、翔平くんもありがとうございます。元気ないわけじゃないです。大工さんもフルコース完了、ありがとう、お疲れ様、ありがとう、本当にありがとう。インナーダさんもすごい、だるまがたくさん、
やばいね。カウントもありがとうございます。ありがとう。おー、みやちゃん負けないからね、合間に。合間に負けないからね。ありがとう、正々堂々戦おうね。ちょっと遅らせれんの、それ。そう、ガチイベだよ、ガチイベ。ガチイベ最終日だよ、私にとって。だってガチじゃない。そう、いつの間にか巻き髪になってました。いやちょっとね、勝ちたいね。そう、ちょっと待って、今バタバタしてるからあれなだけです。元気ないんじゃない。だるまたくさんありがとう、みんな。おー、すごいすごい、縮まってきてる、縮まってきてる。いやー、これ本当多分最終枠激戦にねなるね。頑張ろうね、みんなで。緊張する。ちょっとね、ごめんね、髪の毛がボサボサだ、ボサボサだ。もうなんかすごいドキドキする。私ももうなんかすごいドキドキする。やばい。いやちょっと、おかゆさんも2週目完了ありがとう。最終枠はそう、みんなこのあと18時15分から20時までのからね。ちょっと、どうやってかっこいい書いてる。感じで、待って待って。よいしょ。泉ちゃんもありがとう、クッキーありがとう。50分までするけど、ねー、ちょっと待ってね。もうこういう感じの時に本当に、ちょっと待ってね。待って、ちょっと待ってね。指つかれた、ありがとう。サオリン、サオリン用になってる、サオリン用になってる。ちょっと待ってね。まあ、とりあえずできる限り配信続けます、一旦。ごめんね、もう本当に運が悪い。リオンがショールーム上になって最高の一日に終わらせたい。私もショールーム女王っていうさ、ちゃんと結果としてね、それを取りたいですね。そう、いや大丈夫なんだけど、ちょっとね、ちょっと待って、一瞬、ちょっとね、もうこういう時なんか点検みたいなのに来るらしくって、家に。もうすごい迷惑なんだけど。でそれがさ、今のこの配信中かもしれないから、もしかしたらなんか一瞬止めて、ちょっとほんの5分とか10分だけ一旦止めてまた再開みたいな感じになるかもしれない。わかんないけど、まだわかんないんだけど、配信後に来てくれたらすごいありがたいけどさ、わかんない。ちょっとごめんね、まだわかんないけどさ。やばい、花粉がやばい。その誰もたくさんありがとう、みんなありがとう。みーのもクッキーありがとう、あきくんもありがとう、テトさんも誰もありがとう。そう、18時に来てくれたらいいんやけどね、もう知らんしと思って、なんで今やねんと思って。美咲さん3週目投げる、ありがとうありがとう。まあちょっと、まあもしかしたらちょっと一瞬止めてまたすぐ再開してみたいな。10分は止めないと思うんだけど、すぐ帰ってくれたらね、すぐ始めれるから。そう、ほんとなんで今やねんって感じ。困る困る、もうこんな時に。やばい、目がかゆい、鼻もかゆい、やばい。リボのリオちゃんもありがとう、来てくれてありがとうございます。
そうね、来ないでほしい。ちょっと今はすごく嫌です。もうミーノもクッキーありがとう、テトさんもダルマありがとう。ねえ、ほんとね、私こういうとこあるんだよね、運が悪いとこがある。そうなんで、ごめんね、みんなが星投げとかあれこれしてる時にちょっと一瞬止めるってなる時があるかもしれない、もしかしたらだけど。うん、クッキーすごいね、ありがとう。横広さんも3周お疲れ様、ありがとう。みっちもフルリーお疲れ様、ありがとう、ありがとう。そう、ちょっと天気屋さんに魂投げてもらおうかそしたら最高だね。そう、今から、そうなんです。いや、横広さんもだるまありがとう、みみちゃんもハートありがとう。うわ、花粉が今日ひどい家の中にいてもなんか、ちょっと待ってね。すごい、40万差だ、すごいすごいすごい。待って、目が痛かゆい、痛かゆいな、なんでなんだ。はい、後で目薬さそう。あ、テトさんもガラスの靴すごい、ありがとう。サオリテアもありがとう。あた、もう最終日なのよな、個人的に悲しさがある。いやー、そうだね、なんか終わっちゃうんだねってか、終わっちゃうんですね、本当にもうね、ディオンが学校行ってる時間に来てくれたらよかったのに、なんでこんな今来るんだろうって思う。みんな、なっちゃん今韓国にいる、えー、羨ましい、いいな。そうなの、まさいこさんも2週とカウントありがとう。きっとディオなら大丈夫レイピョン3週目いってらっしゃい、ありがとう。ヒーさんもいいね、ありがとうございます。ね、悲しさはまああるかもね、ちょっと。うん、いや、終わってほしい、正直終わってほしいけど、でもなんかは、なんか終わっちゃうんだなっていうとこはあるかな。ちょっとクショクショクショ、そうだから、そこはクショ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 、ね、ね、そう。あ、そうだよ、私はこれからも続け、私はって言ったらなんかあれだけど、みんな続けるだろうけど、別になんかイベント終わったからって配信しなくなるわけじゃないけど、でもやっぱ配信は減るかな。あんま無理して配信するのは好きじゃないから、まあイベント終わったら1日1枠とかがまた、まあ LINE ライブがその分入ってくると思うけど、なので、はい、そうなんです。あ、大魔王さん3週ありがとう。もうチョコプリのせいで大きな声出して疲れちゃった。そうだね、うん、明日はちょっとゆっくり休もうかなと思います。もちろん配信はねするけどね、一旦ゆっくり休もうかなって。そう、ハーフツインが待ってます、1位になったら。こわ、もうね、他に気にしなきゃいけないことが多すぎて、もうそれどころじゃねえよ。もうなんで今来るの、清原家元気ですね、ねえみんなね、明日のんびり、明日のんびりするから、リオン TikTok しないの、え、してほしいですか。なんか私が TikTok したら逆になんかファン減りそうで嫌なんだよね。そう、あ、私も缶じゃないけどコーラある。サシリオさん、リボンのリオちゃん、マーブーフさんありがとう。あのクッキーと、そう、怒りよね、そう、異常ないですもん、さ、家入って言うんでしょ、もう。そう、明日はゆっくり休むね。で、ちょっとお買い物も行きたいな、早く。そう、いや、怒りよんだよ、もう。大魔王様、花束、ありがとう。ねえ、チョコちゃん。チョコちゃん、癒しても。じゃ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 。かわいいかわいい、チョコちゃん。チョコちゃん、まだ春休みじゃないよ。チョコちゃん、散歩行った？散歩行った匂いがする。行った。行った。チョコちゃん、ペタ。ペタペタ。かわいい。うい。いい。はい、紹介して。一位公約は、ハーフツインです。ハーフツインとなっております。ね。頑張ろうね、チョコちゃん一緒に1位取ろうね。うん、
チョコもリオも可愛いなーって、ありがとうありがとう、うありがとう、チョコちゃん。チョコちゃんもハーフツインするの？チョコちゃんもハーフツインしよっか。プッちゃんもしよっか、じゃあ。プリン、する？ね。チョコちゃん、かわいい。かわいいね、君。なんで横顔、なんで横顔を見せたい？横顔綺麗って言ってほしいの？あ、かわいい。かわいいね。チョコちゃんがハーフツインしたら推し変しちゃう。推し変してもおかしくない。サオリーヨンジム行ってんの、すごい。天才じゃねえか。リーヨンでもまだ ジム行ったことない。横顔綺麗って言ってくれてるよ。君かわいいねって言ってくれてる。チョコちゃん。かわいいもん。ありがとう。落ち着いた。怒らない。怒らない怒らない。ちょっと怒っちゃう、でも。ああ。さあ、でもいつ来るんだろう。まあちょっとだからまあ、その時はその時でちょっと一瞬、消すかもしれない。でもお母さん人を追い払うの得意なので、お母さんが、あ、はい、以上ないんですね。はい、ありがとうございましたってすぐ多分あれすると思うんですけど。うん。じゃあ、大丈夫よ。じゃあ時間かかったらちょっと嫌だ、本当に困る、それは。あ、2階上がろうか。普通に喋らんといて、ちっちゃん。そう、いや外やけどさ、そう、中入られたらちょっと困るけんさ。そう、中、まあまあちょっと、うん、まあ、とりあえずちょっと、まあ外からね。サオリオンもありがとう、クッキー。まあちょっと万が一の時はそう。あー、すべきこと分かってる、名乗り点検だね。そう、ちょっとまあ考える、それは。そこは考えます、ちょっと考えよう。そうしよう。あずさんもフルコースありがとう。どんちゃんも参集ありがとう。なのに点検、いつから渡してこんな風に迷子になったの。あと36万すごい、ありがとうありがとう。あ、秋山さん点ご推しさん、マネペ。もう、ありがとう。だるま。ありがとうございます。ワンワン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 。あ、1位にしたい。1位になりたい。今日学校でずっと考えてたんですけど、やっぱり、やっぱり勝ちたいなって思ったの。ここで諦めて1位譲るなんてありえないなって思ったんです。だから絶対1位になります。もう頑張っ、気悪き荒ぶりすぎだろ、本当に。陽平さんもクッキーありがとう。ももちゃん絶対1位になる、絶対1位になる。チョコちゃんそこ歩いたら危ないよ。テンション上がったのね。帰りざく、帰りざく、帰りざくぞ。もうチョコちゃんにもダメでしょ、ダメでしょ。そう、今日ホワイトデーだね。ごめんね、みんな何もあげれなくて。何あげよう。なんもないですね。ディオンの財布あげるよ、はい、君たちで使えなって多分そんなに入ってないわ、今そんな入ってないですね。そう、最後ね、もうあと1枠だからね、イベントの中では。あと1枠なのでね、
あー、ありがとう、みんなだるまとたくさんありがとう、ありがとうございます。何万入ってる？秘密、お金持ちじゃないよ、全然全然お金持ちじゃないけど、結構本当に欲しいものしか買わないタイプかな。なんかイライラしてたら結構何でもかんでも カゴに入れちゃうけど、基本はゆっくり。そうですね、星だけでごめん。チコちゃん全然いいよ、ありがとう。心くん絶対勝とうね。どんちゃんもありがとう。さしこおしさんもみーのもありがとう。今日の朝はね、ハヤシライス食べた、最高の。でね、今日の夜ご飯はお母さんが絶対勝つっていう意味を込めてとんかつを作ってくれます。イエーイイエーイ。なんですけど、配信の都合上食べるの終わった後なんだよね。俺配信の前に食べる感じなの。でもまあ勝ってから食べるっていう意味で、そうとんかつ、そう勝って食べるって意味でとんかつにします。はい。そうだから、する前のなんかね、結構前もね、ガチイベの日の夜はとんかつ作ってくれた気がする。そうそうなんです。あ、卵をかき混ぜてますね、母親が。そうなんです。なのでとんかつを買って食べれるようにね。ひみれがこういったら歌って、君のことが、ちょっと待って間違えた、大好き、コロコロ持っちゃった、悔しいくらい叫ぶから、あの日見捨てたことは忘れるわ、私また信じてる、リスティには君がいい、今はきっとこの恋トランジ、思い出だったあの香水、大切だったあの言葉。どう、かぶってない？ひめりとどこ歌ってるの今。ありがとう、みんなたくさん頑張ろうね。今日はね、最終枠でバンドワゴン歌おうかなって思ってる。バンドワゴン、思い出のやっぱ一番いろいろこもってるからね。どうですかチョコさん。チョコちゃんにマイク向けてみた。そう、頑張ろうね。君の口づけを忘れたくない、パパパ君の、そう、聞きにおいで。泣きながら歌おうかな。泣きながら歌うかもしれない、最後の最後で。僕が欲しいものとはそれはそれでいいかなと思って。そう、勝利するのは24だよね。私ライブでいつもさ、盛り上がってますかって他のメンバーが言った時に、どうやってこうやってしちゃうんだよね、こう、だからこうなのにこうやってさ、盛り上がってますかってしちゃうんですよね。逆なんだよね、これが。間違えて。来たんちゃう。え、お母さん、外から来た。多分中には入らんと思うけど、まあちょっと外で話してもらいます、ちょっと一旦。そう。ね。お母さんも怒っとる、とし寄るとき。ちょっと喋って。ごめんね、こういう。わややね、ごめんね。そう。とうとう来た。いいから帰れって言って。ごめんね、みんな。我慢して聞こえた。静かにして、みんな。静かにしよう。Be quiet! 犬苦手なの？もっと吠えろ、もっと吠えろ。コウジが犬苦手らしいから、もっと吠えろ、君たち。発音いいでしょ？ Be quiet! 今日さ、また英語の時間に洋画見たからさ、Be quiet で出てきたから言いたくなった。やばいやばい、もうしお一瞬シーってなった。いやー、頑張ろうね。
ナンバーワンワン、ナンバーワンワンってことね。めっちゃワンワン言う、そういうことか。ナンバーワンで。はい。じゃあ、本当に、ニオペンのみんな、一回たりとも、これは無理だよとか、これはニオンが1位は無理だねとか、言わないで、絶対に。それだけは約束。最後の最後まで諦めないでほしいの。リオペンのみんなが諦めてるとこ見たら、私もすごいちょっと、あれ諦めてたんだってなるから。だから、最後まで、そう、頑張って。言うわけないだろ？言わないよ、絶対。ありがとう。そう。それでこそ、リオペンだと信じてるので。真のリオペンのみんなはそうやって、ね、思ってくれてるだろうけど、そう。だから、まあ、そう。ね、リオンが絶対1位ありがとう。頑張ろう。ここで1位の座譲るわけにはいかないと思うから、やっぱり、今まで続けてきたのは、負けって何ですか？負けって何ですか？そう。だから、諦めは、やめよう。みんな、そう。そこでゲームオーバーだから、諦めたら、そう。ね。フルリオン哲さん、ありがとう。ありがとう。勝ちしか考えないね。ね。いや、やっぱり、初めての勝ちはここがいいです。初めての勝ちは、ここがいいの。今までずっと負けてきたけど、ショールームで勝ちたいです、初めて。あ、サチョコさんも勝ちありがとう。ユカティもフォローしたって、ありがとう。ありがとう。発音すごいでしょ？ゲームオーバー。負け、何語だろうね。ね、美味しいんですかぐらいの感じでお願いします、本当に。ねえ、サオリーオン、いつもは提案族だけど、今日はリオペンとして、みんなと一緒によろしくお願いします。でもいつもね、そう、別にリオペンじゃないからって言って、そんなこともないし、いつも私のこと応援してくれてるって思ってるよ、勝手に。発音綺麗。もう、ね、頑張っていこうね、みんなでね。もうみんななら、もうみんななら、もう大丈夫でしかないから。もう本当になんかリオペンと、出会えてよかったし、リオペンって本当にやばいよ。うん。一人しか やだ。僕はやだ。不協和音を僕は恐れたりしない。嫌われたって僕には僕の正義があるんだ。なんかそういう歌ないかな。僕はやだ。絶対勝つぞ。やばい。花粉がやってくる。ニオペンでよかったー。私も本当にみんなが添えてくれて嬉しい。唐突の不協和音。やばい。わああ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 あ負けは嫌だ。どんどん差を縮めよう。締めよう。うん、頑張ろう。1位に近づいていこうね。いやー、本当に、まあ、ちょっとずつ、まあ、最終枠は、そう、あー、もう、ちょっと、チョコちゃん。そう、稲田さん、3週間にありがとう。ちょっと待って、もしかしたらね、急に終わるかもしれないけど、すぐ始めるから。急に終わるかもしれないけど、すぐ始めるからね。大丈夫だからね。急に終わっても、すぐ始めるから、みんな。ね、安心して。もしかしたら、今来てるから、ちょっと、もしかしたら、そう。初めて星さん、安心したらね、リオだよ。ありがとう、大好き。大好き、大好き。ありがとう。ありがとう、本当に。ね、メイクさ、どうしようかな。ちょっと今、感情しない。まあ、いっか。セットさんもだるま、ありがとうございます。ありがとう。あ、ミミちゃん、フルリオン、ありがとう。ありがとう。んねえ、あゆみちゃんが歌っていいか聞いてきて、どういうこと？ん？どういうこと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 ？
アスちゃんもクッキーありがとう。テッドさんもだるまありがとう。マー君三週達成ありがとう。お疲れ様。ありがとう。ん？どういう意味？あゆみちゃん？どんちゃんも歌いたいらしい。え、全然、あ、じゃあゆみちゃんに伝えて、私がこの前、ラストアイドル関連の、マネージャーさん、に、他の方の曲を歌っていいか確認したんだけど、音源を流さなければ、アカペラだったら大丈夫とのことだったので、歌って大丈夫だよ、あいみんの、そうだな、あいみんの、呼び捨てファンタジーが聞きたいって言っといて。で、呼び捨てファンタジー、あいみちゃんに歌わせて、あいみちゃん、その動画をツイッターに載せてください、あいまーの皆さん。以上、あいまーからでした。はい。そうなの、結構、いろんな方、聞かれるんだけど、そう。アカペラだったら大丈夫なんです。アカペラだったら大丈夫なので、はい、皆さん、呼び捨てファンタジーを歌わせてください。お願いします。はい。はい。疲れちゃった。現場のり、現場のり。あいみちゃん、そうだよ。ラストアイドル初期から見てた時、あいみちゃんのこと結構応援してましたね。ファンとして。あいみちゃん落ちてほしくないなって思いながら見てた。自分が出るって決まってない時から。そう、曲して、そう、はい。呼び捨てファンタジー聞きたくないですか？そう。アイマーであり、ファミニャンである。そう。本当に。なんたらかんたらであり、いろんなものに属しておりますけど。はい。心くんもフラリーオン管理ありがとう。ありがとう。そう、呼び捨てファンタジーは妹組に、そう、歌わせたい。キアラの？急に名前呼ばれてショックだった名字にさん付けなんて呼び捨てにしてほしいの付き合っているみたいにみんながいる前でリオン神様ありがとうアイミーなれなれしくね呼び捨てにしてほしいのもわずいっちゃった感じでお願い呼び捨てファンタジー足しびれたやばいアイミンじゃあアイミンどうしようかな、アイミンアイミンヘビーローテーション歌ってアイミンヘビーローテーションじゃあ後でツイッターで私にみんなリプで送ってほしいのアイミンが歌ってる清原によるリクエスト大会あいたたたたたた違う締めポップコーンが弾けるに好きという文字が踊る顔や声を思うだけでいても立ってもいられないメロンジュースメロンジュースあなたにあげたいメロンジュースちょっと音程が聞こえない自分のチャーンチャラチャチャン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 チャラチャラチャンチャーンチャラチャチャン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 前の車両ずっとチラ見してた釣り革捕まるあなたの右腕昨日より日に焼けて太陽は近
ジュース、それは夢のジュース、思いすべて絞って、あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたい、うん、違う、あ違う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 、あなたにあげたい、ちゃ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 、メロンジュー、チュ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 、メロンジュー、チャ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 、メロンジュー、チャ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 、大好き、メロンジュース、チャ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 、君の、これマジでしんどかった、これマジでしんどかった、ごくんごくん、大好き、メロンジュース、疲れた。疲れちゃった。あと4分。やー！イエーイ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 ！帰ったよ！あ、すいません。入ってこんのやって。お母さんとハイタッチした。イエーイ！帰ってないんだけど、あのお家には入らないんだって。ごめんなさい、点検さん、いい方なのに邪魔みたいな言い方してね、めっちゃいい人やんな、まあ、はいはい、あーありがとう、みんな店長、そう、清原ディオは点検さんを阻止いたしました。ピンポンは来る、オッケーオッケーオッケー、あ、あゆちゃん AKB さんファンだけど応援していいよ、全然AKB さん、AKB さん私も好きだよ。たまに歌わせていただいてます。ん？くま、あ、ケンジロー！くまじゅ。こうやってしたいの？くまじゅ、ありがとう！ごめんね。なんか白くて見えないんだよね。僕はくま、くま。クマ、クマ、車じゃないよ、車じゃないよ。わかんない。AKB さんで好きな歌はパッと言われたら思い浮かばないな。AKB さんで可愛い歌ってなんだろうね。僕はクマ、クマ、クマ。まあ、ララ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 、ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、合ってるかな、カウントは待つ、カウントは待つね、ありがとう、ときめく心がたすき、きっと君だ君だ君だ、いくつか恋をしたけれど、すべて君に出会うためだった、わかんない、ごめんね、声が高すぎて歌えないや、うん、君に似合うと思ったんだ、ブレ、あ、ランキング読みます、ランキング高速で読みます、13位ミミちゃん、12位サオリーヨ、11位横広さん、10位ユノジさん、9位翔平くん、8位サシリヨさん、7位ミヤちゃん、6位ミーノン、5位、陽平さん、4位、ドンちゃん、3位、タロートランジェット、2位、テッドさん、1位、ミサオくん、ありがとうみんな、ありがとうございました、ありがとうみんな。では皆さん、次いよいよ最終枠、6時15分から気合い入れていきましょう、6時15分からよろしくお願いします、絶対1位、絶対1位で頑張ろうね、ごめんね、ちょっと準備に入りたいので一旦終わります、はい、次6時15分からぶっ続けで最終、最後まで行きます、よろしくお願いします、頑張ろうね、みんな大好き。
とりあえず言っとく、大好き、ありがとう。頑張ろうね、バイバイ。じゃあ15分、6時15分からよろしくお願いします。